宮さんこんにちは、国家基本問題研究所、企画委員、産経新聞特別記者、田村でございます。あの今,日今回ですねあの、まあ、中国の人民元といいましょうかねあの、今、ドルに挑戦するっていうんで、まあ、いろんなこの国際的なあその活発なその外交ですね、えー、中国の習近平、えー、共産党総書記、国家主席ですね、 この人を中心に大変な勢いでいろんな外交を展開しているということで非常にこの話題を呼んでいるわけです。でこの人民元というのはいわゆる通貨ですね私たちが使っている日本の円アメリカのドルそれからヨーロッパのユーロなどなどというふうにですね まあ、この通貨っていうのはお金のことだよねなんてことを言うんですが、まあ、だけど、まあ、この役割っていうものはですね実はもう非常にこの国家の基本といってもそのものですね。 まあこのまあ少しこう近代の歴史を見ましても、あ割とこの世界の覇権争いというのは、影にはこの軍事にどうしてもこう目が奪われがちでありますけれども、影ではやはりこの通貨というものの,ですねえこの主導権を握るこの通貨ですね、これでめぐる争いというのは、非常にこの実は大きいわけです。 例えば大英帝国19世紀ですねこれはやはりロンドンの拠点にして金本位制のこの総本山これがイギリスであり大英帝国これで世界に君臨したというのがイギリスだったわけですね。でそれを受け継いだのが今のアメリカでまあ言い換えるとドルの帝国とも言ってもいいわけですねドルさえああればるいはアメリカですね。 ドル資金を発行すればですねま,あまさに何でも買えるというのはまあこれがまあいわゆるドルの特権基軸通貨の特権といわれるものでありますま。日本円はですねまあこれは立派にあのね世界のどこでも通用する。 国際通貨であるにはこれは違いないんですけれどもしかしまあサイトでじゃあその日本円で何でもそのね買えたり決済ができるというわけこれ相手がですねどうしてもこのドルを選んじゃう例えばそれから私たちが海外送金する時でもですねあの円で送金しようとしても,これでも難しいんですよね。 で必ずそのドルが介在して、ですねそれでドルを扱う銀行がまた手数料を取るっていうんで、大変な法外な手数料でその送金しなきゃいけないという、まあ誠にまあ奇妙決裂なのが、まあ、この現実の,この通貨の世界であります。 えー、さて、まあ、こういうふうにです、ね、世界の主導権、まあ、いわゆるその政治的な言葉で言えば、覇権国になるためにはです、ね、やはりそのこの通貨があそのまあドルのような基軸通貨とまでは言わないにしてもです、ね、かなりの強いその影響力、あるいはその交換性といったものをです、ね、実現しないと、これはなかなか豊かになれない、いやあるいは覇権国にもなれない、あるいは そのまあドルのアメリカにですねどうしても屈してしまう、だからそれをどうしあのなんとかですねえその取り返したい、あるいは自分の陣地を広げたいと、そういうふうに考えているのが今の共産党政権の中国、習近平当書記というわけでありますま。そのため、いろんなまあ今、手を打ってるわけですけれども、中でも最近、目を引くのはですねえその石油ですね。 石油を、まあ、その人,民元人民元で売り買いできないかとあいうことで、盛んにその中国はです、ね、サウジアラビアにその石油の人民元決済を今、呼びかけてる、でまあ、今のドルはです、ね、なぜそんなに単なる紙切れでなくて済んでるかっていうと、やはりあの世界をどうしても欠かせないその石油ですね。 で石油がそのドルでその取引される、これがもう世界のまあほとんどですね。だからそ、のそのドルはですね、1971年の金ドル交換停止というニクソン大統領のですね声明で金とのリンクは外れたんですけれども、しかし、石油とのリンクは必ずこのあるとまあいうわけで,で、であるがゆえに、この石油、 というものとそのドルのあるいは通貨の結びつきのまあ、重要性が考えられてるということですね。で例えばそのまああのね第二次イラク戦争があの時にそのイラクのですねシャガルムフセイン、えー、独裁者ですねこの人が穴穴蔵から引きずり出されてその後でま死刑をまあ、言われたわけですが。 えー、この、まあ、サダノフセインがなぜアメリカから憎まれたかという大きな理由はです、ね、彼はそのイラクの石油の取引をです引、ね、そをドル以外でやろう、特に例えばユーロとかですね、まあ、こういうことを仕掛けて、しかも周辺の,その湾岸諸国にも呼びかけていたということがあります。まあ、これれに対してが処罰されたと ああいうふうなま見方がですね、まあ、これ広がってるわけです。まあ確かにですね、そういう動きがあったわけです。で今回ですね、まあ、サウジアラビアに対してその中国の習近平国家主席ですね、昨年12月にそのまあ訪問して、それでまあサウジアラビアの 国王や皇太子といろいろ話をして、まあ、その中でその石油の決済人民元決済をまあ呼びかけたということですねで、まあ、いわゆるその今はそのドルといえば石油とのリンクすなわちペトロダラーとこういう表現がありますねだからまあそれに習っていえばペトロ人民元の座を狙っているということであります。 まあしかしです、ね、まあ、ことはそう容易ではありませんね、あのまあ、まずその、なぜドルがその石油とリンクするのかといえば、もうすでにです、ね、世界の石油市場、国際石油市場ですけれども、これは、やはりそのアメリカのニューヨークと、まあ、それからイギリスのロンドンなどがまあこれ、中心ですが、いずれもすべてドル建てでその石油の取引をやっております。 で中国には第一その人民元建てのです、ね、石油の取引所をするはそのは、まあ、ほとんどないと言っていいぐらいであります。だからそういう段階で,です、ねまあ、このペトロ人民元が成立するというのは、まあ、今はまあにわかに今はこれは死に難い話であります。 でそれからもう一つは、やはりそれだけの人民元の,そのマネーをです、ね、手にした人たちがどこで運用するかといってもあの共産党のです、ね、規制だらけでがんじがらめの人民元の資産あるいは金融市場で,です、ねまあ、運用も何もこできないですねだからそういうことで、まあ、今はそれどころじゃないということです。いやそんなな段階ではまだないししかし 習近平氏の,この野望は止まりまりせんねなぜかというと、サウジアラビアとこの石油の,その産油国ですね、人民元の石油決済が実現すれば、ですね、まあ、中国としては、その人民元を発行して、すって、ですねそれで石油が買える、まあ、平たく言えばそうですね、これはまあ非常にまあいいことに違いない、これはまあ、ね、そういうことなんですねで。で、第2点はやはり政治的なインパクトが非常に大きいと。 まあ要するにそのアメリカは覇権というのはもう今やもう万全ではないと、わが中国がですね人民元でそのアメリカのドルの支配体制をまあ崩しているんだとまあいうことが言えますね、それでいわゆるグローバル・サウスになるですね。やはりこのアメリカのドルの金融体制にまあその距離感があるところですね、こういうところがやはり、じゃあ、中国と一緒に何かしましょうとまあいうことであります。 えまあということで、今、いわゆるそのグローバルサウスですね、といったところ、あるいはそのロシアですね、ウクライナ侵略戦争をやっているそのロシア、これはまさにそのプーチン大統領は、ですねまあ石油のドル決済、ペトロ・ダラそのものをですね完全に否定して、それから逃れようとしてるというのが実態ですね、その習近平と、それからプーチン両親がですね、 このまあ、今組だからこの政治的にもですね、まあ、非常にだから中国の人民元によるこの構成ですね特にその石油エネルギーこの決済通貨としてそれを使っていこうというのは、まあ、これからもどんどんこのです、ね、活発になるとでまあこれがですね国際的な政治情勢にですね まあ、及ぼす影響もこ、まあ、これ重大とということで,す、ね、でまあもうしばらくと言いましょうか,、ね、い言いましょうかですねおそ、まあ、らく、まあ、このその朝鮮というのはですねそう簡単に短い時間で解決する決着がつくようなものではもちろんありませんから、まあ相当まあこれは長い間のですね創国、えーまあ、い戦いとになるだろうというふうに見ても良さそうであります。 今日は以上です。どうもありがとうございました。